まゆみです。私は今台北101に来ています。台湾に来て7日目、無事ね玉山にも登ることができ、明日帰国なんですけど、最終日に自由時間をいただけたので、ちょっといろいろと台北のあたりを回ってみたいと思います。それではまずはここの台北101のあの上に登ってきます。すごい高い。はい、まずエレベーターで5階まで行きます。虹ゲットできました。最初に登った陽明山は雲の中にあります。390m です。91階までやってきました。ここは高さが 390m なんですよね。で、見える景色がこちらです。いやーすごいですね、台北が一望できます。で、強風の時はここは登れないんですけど、今日はねちょっと天気が良くて、はい、風もそんなにないということで上まで上がることができました。東門というところまでやってきました。で、今からみんなと合流して小籠包を食べに行きます。すごい並んでる。あ、お待たせしました。お疲れ様です。
うん、美味しそう。おー今10時か。ではではでは、めっちゃ幸せそうっす。幸せ、ずっと食べたかったんです。小籠包すっごく美味しかったです。で今からはちょっとスーパーに行ったりお買い物をしに行ってきます。スーパーっぽい。台湾ビールのボルツ今ダイアンというエリアに来ています。でここはね結構登山用品店がたくさんあるんですよね。なので忘れ物した時とかはここに買いに行くのがいいかなと思います。で今からちょっと台北駅の方の登山用品店にも行ってきます。今台北駅の近くにやってきました。でこの辺りは結構石井スポーツさんとか工事図産総産系の山道具屋さんが多くあります。そこで台湾の山の地図を購入したりすることができます。おしゃれ。すごいおしゃれしてますね。はい、今東門というところに来ました。そしてここでちょっとおしゃれな店があったのでクラフトビールを飲みたいと思います。イエイ。台湾名物夜市にやってきました。で台湾の中で夜市はたくさんあるんですけど今日はニーシャー夜市というところに来ました。すごい盛り上がりです。はい、ちょっといろいろと食べていきたいと思います。
オムレツ、さっきのオムレツ、あ、日本語書いてある。乾杯。いただきます。おいしいです。おいしい、おいしい、おいしい。それさん、ありがとうございました。本当に大変お世話になりました。ありがとうございます。また、はい、また、無事ホテルに戻ってきました。で、今回泊まっているホテルは1日目と2日目に泊まったホテルと同じなんですよね。とてもいいホテルなので、気になる方はこちらの動画をご覧ください。で、今日台湾最終日ということで、来たかった台北101とかいろいろと回ることができました。で、夜市はちょっと人が多すぎてあんまりゆっくり見れなかったんですけど、はい、またね、ちょっと今度お腹を空かせて歩いてみたいなと思います。で、台湾ね、本当に美味しいものがありすぎて、はい、かなり食べ過ぎてしまいました。ちょっと体重計乗るのが怖いです。で、今回は登山がメインだったので、そんな観光はできなかったんですけど、もうね、来週ぐらいには行きたいなっていうぐらいすごく好きな場所になりました。で、台湾は山がたくさんあるので、山に登りつつ、観光も楽しみつつ、台湾に訪れたいなと思います。ということで、台湾の旅いかがでしたでしょうか。ちょっとでも行ってみたいって思っていただけたら嬉しいです。では明日朝5時20分にここのフロント集合なので、今日は急いでパッキングをしてゆっくりと休みたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。